河野デジタル省は8日、訪問先の北海道を内で、林官房長官が前日に、マイナ保険証への一本化の延期を含め、検討したいとの意向を示したことについて、真意をしっかり確認したい。岸田政権で医療のデラックス非常に重要だということで、官房長官も、閣内でその政策を推し進めてこられた一人であると述べた。 マイナンバーカードを健康保険証として使用する、いわゆるマイナ保険証への一本化は河野大臣が推し進め、2024年12月に紙の保険証の新規発行が廃止される予定となっている。これについて、林長官は7日、国民のいろんな不安の声を耳にすると述べた上で、不安を解消するために見直しを含めて適切に対応していきたいと、 廃止時期の延期を含め検討する考えを示していた河野大臣はこの林長官の発言について記者団から閣内不一致になるのではないかと問われどういう意味でおっしゃったのかということを確認しないといけないと述べた以下は視聴者からのコメントで河野デジタル省が林官房長官の前が保険証への一本化の延期を含め検討という意見に異議を述べた 林官房長官が言うように本来マイナカードの発行は任意であったはずなのに従来の保険証が廃止されることにより実質的にカードの発行が義務付けられる状況になる万が一情報漏えいが発生した場合でも国は直接的な責任を負わない方針であるしかも使いづらいマイナ保険証に高齢者にも強制的に変えさせようとするのはあまりにもひどい これだけ不評なマイナ保険証利用をなぜそこまで短期間で推し進めなければならないのか疑問である。河野デジタル省の打ち出す政策はどれも強引で上から目線で国民目線からはかけ離れている。マイナカードは任意取得、利用です。したがって取得したい人、利用したい人が使えば良いだけです。最大の問題は任意を 反強制的に義務化に追い込む政府の姿勢です。しかも取得、利用しない人に不利益を被らせてまで。これは、基本的人権の尊重に反する憲法違反ですから、林長官が言う通り見直さなければならないのは、当然です。君子は表変すということわざがあります。これは、優れた人は、自分の過ちに気づいたら、コロと、態度、やり方を変えるという意味です。 愚かな人は間違いに気づいても一度決めたことだから間違っていても変えられないここで変えたらメンツが潰れる周りから何を言われるかわからない責任を取らされるのは嫌だこれまでやってきたことが無駄になる多方面に混乱迷惑が生じるなどなどいろいろなしがらみにとらわれてこのまま今のやり方を通したら絶対失敗する。 悪い結果しか出ないと分かっていながら、変えることも止めることも引き返すこともできません。しかし、しかし、優れた人は何を言われようが、どんな障害があろうが、自分のメンツが潰れようが、責任を追求されようが、間違っていると分かったら、やめられるのです。表現できないような人に、リーダーは任せられません。皆を誤った方向へ導いていることに気づいても、引き返せません。 マイナカード普及の進め方について、かなり多くの国民が納得していないということが、河野太郎には本当にわかってないようだ。関連企業からの多額な献金が報じられているのを見て、国民は河野太郎への不信感が強い。本来の意義及び目的から見れば、河野太郎はかなりずれていると思っている国民は少なくないだろう。国民から河野太郎に真意を聞きたい。林官房長官は、 河野太郎をブロックすればよいマイナ保険証に移行しないとダメのような記事も見かけますが事実は違います。現行の健康保険証は2024年12月から新規発行が停止するだけで2025年の12月までは利用可能です。さらにその後もマイナ保険証を使わぬ方、マイナポータルで紐付けしない方には資格確認書が交付されますので全く問題ありません。 このあたりが周知されていないので混乱するのでしょうね。ちなみに私もマイナンバーカードと保険証は紐付けないで資格確認書を使おうと考えています。